私はオリンピックファーストでやってきたことはありません。オリンピックファーストでやってきたことはありません。ありません。ありません。国民の命と暮らしを守る最優先に取り組んできています。そこは明言に言わせていただきます。オリンピック・パラリンピックですけれども、まず現在の感染拡大を食い止めることが大事だと思います。東京大会について、IOC は開催をすでに決定をし、各国にも確認をしております。だ最終的に決定するのはどこですかと聞かれました。これはオリンピック憲章で IOC ということになっています。ただ東京大会でありますけれども、主催者は IOC、IPC、そして東京都、それで組織委員会であり、政府としては国民全体の安全安心を守る立場から、水際対策を中心とした感染対策に万全を期すべく、主催者と連携をしていくのが、これ、政府の立場だというふうに思います。ファイザーから提供のあった IOC を通じて、各国選手へのワクチンの無償の提供、こうしたことを実現をいたしました。またこれに加えて、選手や大会関係者と一般の国民が交わらないようにする。選手は毎日検査を行う、こうした厳格な感染対策を行うことといたしております。